あのね、あかねちゃん。ん？ばあちゃんのことが大好き。でも、ばあちゃんちが退屈って思っちゃいけないってことはないよ。ん？きっと向こうでいい友達ができたんだね。そっか、今までは夏休みに遊ぶ友達がいなかったから。そうなの、すごく大切な友達ができたの。さっき言ってた子かい？うん、今度おばあちゃんがうちに来た時紹介するね。うん、そいつは楽しみだね。